グッとボールを押し出す。はい、こんにちは。RWS ドリームジック兵庫支部の、小葉コーチです。今回は、ヒールリフトについて、ご紹介したいと思います。で、僕自身ヒールリフト、何を憧れにしてやっていくかというと、それはもちろん、ネイマール選手とブラジル代表ので、今日は、どんなヒールリフトが抜けるヒールリフトなのか、抜けないヒールリフトがどんなものなのかっていうのを、実際にご紹介したいと思います。で、僕のイメージはヒールリフトというよりもサンドリフトですね。サンドリフトっていうのを、僕がいつもやっている、ヒールリフト、サンドリフトにあるので、そちらをご紹介していきたいと思います。それではいきます。レッツゴやり方の説明なんですけど、僕は、右利きで、サンドリフトをするには、じゃんけんのチョキをイメージしてるんですけど、左足が僕は前で、右足が後ろです。この状態を使って、まずサンドリフトをやっていきます。で、僕がイメージしてるのは、まず前の足、苦手な方の足が、この辺りです。この辺りにボールを、まず挟んであります。で、次後ろはここです。この辺り、ちょっと面が広い辺りでボールをキタッチして上げるイメージ。この状態です。この状態、どっちかというと左足が、ヒール、かかとに近い方で、右足がインサイド、面に広い方を意識してやっております。で、順番にやるんですけども、まず前半は、先ほどジャンプの説明、しようと思うんですけども、ジャンプをした時に、順番ですね。これがジャンプが1で、2がこの後ろの足を前に持っていく。で、最後、前にあった足が後ろにあると思うんで、その足でグッとボールを押し出すイメージで僕はやっております。で、これは人それぞれなんで、今回は僕の、ヒールリフトの可能性の説明なんですけども、最後には、斜め前に、相手に対して斜め前に入るイメージで挟んであげる。で、これでジャンプで、最後押し出すという順番でやってもらえれば、できると思うんで、そこを少し、やり方として、しっかり押さえて、で、結構この挟むっていうのは最初難しくなってくると思うんで、ボールに対してしっかり1、2踏み込んでからジャンプのイメージでやってあげると、やりやすくなると思うんで、そこをポイントでやってみてください。はい、ではまずこの青のコーンが相手と思ってください。で、先ほど言ったようにサンドリフトですね。サンドリフトは何が違うかっていうと、ヒールリフトは、最後ヒールでポツッと当ててあげる方なんですけども、僕はしっかりボールを挟んでから、やる方法の方を、やっていきますので、まず先ほど言ったようにこの青のコーン、相手です。はい、じゃあセルヒオ・ラモス選手にしましょう。で、セルヒオ・ラモス選手をどう抜くかっていうところなんですけども、結構皆さんが最初やりがちな、ところが、サンドリフトをするときにジャンプを、やるんですけども、そのジャンプが上を向いちゃってる、上にジャンプしちゃってる選手がすごく多くて、これだと、上にジャンプしてるんで前に進めないです、なんで、まず前に進みたいので、前にジャンプしたんです。ただ次これ、はい、セルヒオ・ラモス選手が前にいるので、前にジャンプしちゃうと相手にぶつかっちゃいますよ、なんで次何をしたいかというと、相手の斜め横です。斜め横、この
この横のところに、体は行くイメージを持ちます、イメージで言うと、こっちに行っちゃうとぶつかっちゃいます。なんでそのまま斜め前に行く、体は行ってあげるイメージです。はい、で次ですけど、ボールと体が一緒の方向に行っちゃうとイメージ、相手は距離を守ればいいんです。ボールも体も例えば斜め前に行っちゃうと、これを相手は斜め前に行くだけでいいので、ここで体とボールを離して相手がどっちを取りに行けばいいかっていうのを、分からなく、させたいっていうイメージです。なんで体は、斜め前に行くんですけど、ボールは相手の上を超えるイメージ、こうすることによって相手は体に行くのか、ボールに行くのかっていうのが判断が難しくなるので、実は体に来られると結構嫌なんですけど、その時にボールが、実際にフリーになるので、そのボールを次、相手との攻撃で奪えればチャンスになりますよっていう、形になります。ここまでしっかり考えてできればもっともっとサッカー楽しくなると思うんで、ぜひ皆さんこの、サンドリフト、ヒールスですね、ぜひチャレンジしてください。それでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。